カじゃないとバカを魅了できないと思ってるんですよね。ラーメンほど熱狂的な信者のいる食べ物はないと思ってるんで。こうじゃなきゃダメなんですよ。その10秒の違いをシビアに見てなかったら、この茹で加減がちょうどいいっていうのが分からなくなるんですよ。これ豚の頭です。よく企業秘密とかやるじゃないですか。見せれないだけなんですよ。で、僕の場合はもう全部やっぱこれだけ材料も入ってますし、もう隠すものだから言わないです。まあもう口の中でスパークしますよね。はい、もうこれ以上バックしなくていいんじゃないかなっていう。It was so delicious and so much food. もうあなたのラーメンの人生観変えますよっていうぐらいの。はい、こっちの。